ちょっと銭湯の話させていただくと、こんにちは。昔は僕あの高橋に住んでて、杉浦日記 YouTube 版です、ただいま時刻は2月6日午後1時42分です。あとね、南栄湯って書いてある。何やら音が聞こえてますが、今日は南栄の駅から山椒山崎さんの方に向かって歩いていただいた、向かいとおばさんの向かいにあった銭湯の2つを僕すごい聞きながら、おじいちゃんとも行ったし、のんびりデイキャンプ中の第田原の大部の森第2弾でございます。多分有能ラジオちょっと消しますね。はい、もうまったりモードに、もう食事も終えてまったりモードになってまして、食事とかまた普通の杉浦日記のブログの方に載せますので、よかったらまた、まあ、いつもと一緒ですけど、なんとなく雰囲気を味わってもらえば幸いでございます。今日の大発見なんですが、なんとなく持ってきた使い古したこれダイソーの網の一番でかいぐらいのやつでも100円で買ったやつの1回か2回使ったもう焦げたやつ、まあ、こんな風に使ってもいいんです。今日は肉なかったんで、大発見なんですけど、ダイソーのこの取り立ての入れ物とか別に何でもいいんですけど、入れ物の上にですね、こうやって置くとですね、もう机になるんですよ。これうわ、こんな感じで机になってですね、あ、これ別にこの入れ物ひっくり返さんでもいいし、収納は収納したまま机に使えるし、最高じゃないかと今日発見しまして、で、そんなようなことは、いろんなこと、色見てるキャンプ YouTuber のちょっとした知識とかでも全然載ってなかったんで、自分が発見したと思ってるんですけど、非常に、どうでもいいんですけど大発見でございました。はい、ですね、よいしょ。はい、こんな感じでデイキャンプを楽しみまして、おこもりまでは行ってないんですけど、おこもりにちょっと近いぐらい奥に引っ込んでみて、まったりして、もうそろそろもう食べ満腹なんで、少し休んだら撤収にかかろうと思ってるんですけど、このポリコットンっていう生地が本当に火に強い感じで、全然燃えないのは、かなり燃えないのは確認できましてですね。ただ当然中にすすが溜まるので、ちゃんと掃除しなきゃいけないんですけど、この商品のパンフレットに焚き火かってありますが、まあ、危ないですけど、自己責任ですけど、それほどちゃんと煙よけもついてますのでいいかなと思います。で、風が吹き込む問題ですけど、今日は舌がすごい柔らかいので、前回は凍ってましたんで大変だったんですけど、しっかり打ち込めばこんなには入ってこないかなっていう、こんな感じでございます。田原の方部の森キャンプ場のなんかお手店作ったのか、一個かかるソロ用のサイトでこじんまりになっておりますが、特に通貨料金がかけてもありませんし、まあ、別にこんなこじんまりやらなくても広いキャンプ場でどこでもやってもいいですので、まあ自由なんですけど、ただ割と4メートルかける4メートルというのは結構厳しく毎回言われますので、それに入るようにやらなきゃいけないと思います。まあ、どうにも家に折れない性格なんですけど、まあ、家でまったりすると思えば、こういうところでまったりすればまったりできますので、いけないかと思います。なんかこの先々回焦げた靴まだ使ってますけど、はい、というわけで今食しばらくまったりして帰りたいと思いますが、田原の方部の森キャンプ場は家から車でゆっくり行っても
30分40分かな、本当にものすごい近いのでこうやってさっと来れるのがいいかなと思ってます。以上、ゆる日記、ゆる YouTube 版でした。ご視聴ありがとうございます。